痛い改善するのが陰部神経の刺激っていうのがあるんですね。超シンプル。お尻の方に来ます。あ、じゃあ効いてますね。子宮に響いてますね今ね。ハリキューレンからこんにちは、美容ハリキングのピードです。今日はクライアントのオルさんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。いくつか動画配信されてますけど、自律神経ガッチガチ乱れですね。ガッチガチ乱れです、はい、結構やばいんで、はい、生理不順もなんと小学生、小学生からずっとです。来たことない。1年間来なかった時っていくつぐらいの時なんですか？高校2年生とか。ちょっとそれまずいですね。まずいですよね。婦人科さんにも行って、はい、特に問題なかった。データ的には問題なくて、激痩せダイエットとかしたりすると、うん、少しですね影響があって激痩せになったりとかするんですけど、そういうこともされてないですね。そういうことも特にね。もうお母さん心配じゃないですかそうなんですか。でも若いからで済ませられちゃうこともあるから。そうですね。原因がちょっとよくわかんない。だけど本人は悩んでる、うん、これは、ね、東洋医学でブラッとやるのと合わせ技でやるとバーンと。ただ1回でね10年近く悩んでる生理不順が改善するわけじゃないんで、まあ、継続治療は必要ですけど、まずはやっていきたいと思います。で、滞りを取ってあげた方がいいな。腰回りとかですちょっと刺激して、ちょっとこの特殊な、まあ、内緒なんですけど、こんなのとかあんなとこんなのとか、はい、それでは GO。 いや、生理不順の方ね、自律神経が乱れてると体もこわばったりとかする。今ね体の動きをちょっとねチェックしたいと思います。でお腹手を置いてもらって右ひねめちゃめちゃ切ないお顔されてますけど全然動かないですね。はい、反対はどうですか？反対ギリって右手でいかないですか？これ限界。え？限界です。ちょっと待って重症です。丸さんの場合は多分ね、おけつて血液の滞りが悪いんですよね、うん、だからそういう方は中炎と言っちゃいます。左足の人差し指と親指と奥に10円を貼ります。これ対処っていうツボです。手首のこの付け根、小指側の付け根ですね。この手首の線の、ちょっと指1本ぐらい入ったところ、これ通りっていうのを貼ります。え？いきますね。すごい。すごい。いきますね。希望が見えてます。本当ですか？はい、これ反応しないと、いろいろ深いね、はい、治療が必要なんですけど、結構反応いいんで、もちろん婦人科さんにね、通い続けても大事ですね。データ見ていったりとかね。なんか変な病気がないかっていうのは、まあ、引き続きチェックは必要かなと思いますけども、東洋医科の治療結構いいと思いますので、やってみましょう、はい、それでは次次 GO。 生理不順ですけど、脈とか、お腹とかを見ながら整えるって針をしてですね、今もうすでにしましたんで、背中をですねこう流して骨盤神経質を刺激するためですね、陰部神経っていうのを刺激していく針などをしていくんですけども、これ嫌ですよね。これ嫌ですね。もう腰がバキバキですよ。え、バキバキですか？はい。これ、どうですか？痛い。何もしてないです。指圧です。まだ施術始まってないですけど。これ嫌ですよ、ね。これ嫌です、嫌です。仙骨のところ。なんかちょっと変なのがあるんですよ。このコーラップが張り付いてるってか、めっちゃめっちゃしてる感じ。私、腰とか全然大丈夫なんですよって言ってましたけど。これ、ひでえですわ。それですね、生理不順でかなりおけつが滞ってる感じなので、水玉でまず流していきたいと思います。で最初オイルですね、流して。いやもうね、21歳のボディとは思えないぐらいかっけえですよ。なんでだろうな。流しましょう。軽くティッシュでちょっと見てみます。これ大丈夫ですか？あ、これまあちょっと痛いぐらい。ああ声がおっさんになってます。これはイントロダクションです。これですよ、これ。これは悪いもんな、本当に。大丈夫ですか？痛気持ちいいぐらいです。ああ、よかった。もう滞りがやばい感じ出てますね。ちょっと慣れてきたので、もう少しプッシュして。痛い。これ大丈夫ですか？痛い。全然軽めなんですけどね。あ、そうなの。まあ感受性は人それぞれなの。
これぐらい大丈夫。あ、これぐらい、まだ。大丈夫ですか。この氷結構やばいですよ。やばいですか。これ相当ソフトですよ。え、そうなんですか。相当ソフト。めちゃくちゃ痛いですけどね。めちゃくちゃ痛いですか。めちゃくちゃ痛いですよ、結構。あ、でもちょっと良くなってきたな。これ結構重症。重症ですよ。僕なんか疲れてきたもんね、なんか変なジャオを吸ったのかもしれないですね。今日は僕が塩の風呂入ります。小田さんも塩の風呂入った方がいいですね。いいですかね、はい、この氷を。じゃあもうビー玉のっけですね。もうちょっとこうおけつを浮き出させてから針治療していきたいと思います。それではそれでは捨ていきます。とにかくこの滞りを取っていたらやばいんでですね。おお、すごいよ。すごい。もうね、ブワーってこれ、あの編集さ、CG 入れといてください。こう黒いね、ブワーって出てるのよ。すごい、よかったね。今日治療して、うん、やばい。これお風呂って入れたりとかします？あ、入ります。塩入れて入った方がいいですよ。わかりました。100円ショップとかでいいんで、毎回 500g 入れて入ってください。マジですか？はい、それぐらいしないと抜けないです。このジャーは結構手強いですよ。ジャジャジャです。おけつ滞ってるから塩風呂結構効きますんで、ぜひやってみて、本当にすっきりしますよ。はい。おお、すごいもんね。今どんどん出てる。これすごいね。ブーンっていうのはこれからパッと払っておる。パッと払わないと。とんでもない、これ手ごわい。それでは7分お休みいただきます。それでは7分経ちましたので、水玉取っていきたいと思います。いや、初心者なんで抑え気味にしましたけど、ヒップギリギリのところやばいですね、はい、それではセリフルに変えて針の方にね入っていきたいと思います。針というのは交感神経を沈めて交感神経を高めるという作用がありますので、まず交感神経圏をですね高めてあげたいんですね。さらにですね、骨盤内神経層というところで自律神経が動いてですね、生理のリズムを整えたりとか、子宮の環境をですね刺激したりとかしています。ここがうまく機能してないのかね、改善するのが陰部神経の刺激っていうのがあるんですね。調子を使ってます。これちょっとズーンとですね、子宮の方に響きます。やりして、ちょっと響きます。あー、来ましたね。お尻の方に来ます。あ、じゃあ聞いてますね。子宮に響いてますね、今ね。響いてます。めちゃくちゃ響いてます。はい、これで眠ってた子宮、はい、起きてきてます。あ、そうなんですか。はい、ピキーンって。はい、薫さんは、はい、病気とかじゃなくて気が枯れてるんですよ。汚れてるんです。汚れてるんですね。汚れたなんとかとかそういう意味じゃなくて、気が滞ってるんですよ。汚れを取った方がいいですね。ちょっと響きます。あー、これだ。おー、これで OK。あー、でもいいですよ。これね、本当に良くなる。これ1ミリも入ってないですよ。1ミリ入るか入らないかです。全然刺激してないです。仙骨敏感ですよね。そうですね、やっぱり滞ってるんで、ちゃんと刺激入れてあげると活性化して、ゾワッとですね、あの反応がある方がいます。それは針の深さをね、コントロールしながら、肉体と会話しながらやります。はい、あ、明るくなってきた。滞りが効いてきた。はい、これでいいです。では7分お休みいただきます。7分経ちましたので、針を取っていきます。グッ、はい、
長いですか？長いです、うん、でも他は1ミリですよ、はい、普段よりもう100倍ぐらい浅いですね、うん、僕は基本的にこういった浅い針をしていくんですけど、どうしてもですね、活性化したいときにはちょっと1箇所、2箇所ですね、深い針をすることがあります。いつも YouTube でですね、こういう治療もありますって紹介してます。基本的には新規の方はちょっとね、浅めの柔らかい針をしていく。丸さんちょっとやばいんで、やばい、攻めの治療しなきゃいけないとやりました。はい、ということでですね、これから動きを見ていきたいと思います。では施術終わりましたね。さすがにですね、1回で一緒の効果はないですけど、まあ、ちょっと経過をね、追っていきたいと思います、はい、いい感じで正義リズム戻ってくると思います、はい、動きチェックしてみましょう、はい、また手を置いてもらって右ひねってもらって、もうむちゃむちゃいく、反対側、はい、むちゃむちゃいきますね、すごい。ということは骨盤周りの滞りも取れたってことなんですね、はい、ここは滞っていくと子宮内の、不活性化ですね、はい、活性してない不活化になっちゃって、ね、活性化していく、目覚めていくのが大事なので、はい、こういった治療を重ねるといいかなと思います。で、動画見てる方ですね、生理不順だったりとか無月経だったりとか、生理がもう3ヶ月、半年来ないという方ですね、妊婦さんで見ていただきながら東洋医学の方をですね、合わせていただくと改善が早くなったりとか、薬の効きが良くなって反応が良くなったりとかしますので、併用だったりとか検査してもらいながら東洋医学でしっかり治したいという方ですね、ぜひご相談いただければと思います。院の方は横浜元町と銀座にありますので、概要欄の LINE からですね、お問い合わせいただければと思います。それから僕の教えてる弟子がですね、全国に400人ぐらいいますので、そちらの先生方も紹介できたりとかしますので、ぜひ問い合わせいただければなと思います。他にもですね、施術の動画ですとかセルフケアの動画配信していますので、次の動画もご覧いただければと思います。 LINE が新しくなりましたので、ぜひフォローしてください。フォローするだけでもいろいろ特典がおられますのでね、ぜひフォローしてください。それではチャンネル登録と高評価の方で応援よろしくお願いします。これね、すごい滞ってるんですよ、ここ。なんか、うわ、なんか変なジャケットがこう上がってきて、この辺に一貫したの。このね、黒い煙取った方がいいですね。もう、呪術廻戦です。呪術廻戦。もうね、取った方がいいですね。フルベユラユラフルベ。知ってますか？知らないか。これ、やった方がいい。いや、これはやった方がいい。これ、ここ、これやばいですね。